てしまう時に、お前とっくの昔にこっちまで思い麗しき青春の日々、愚かな我が輩だ。知ってて止めなかったのなら罪を犯したのと同じだ。まだ死ぬ、死にたくない、死にたくない。どうか長らく停止していた時計の針を進めておく。自分たちの幸福のために無数の他者を踏みにじってしまう。私たちは本当に怪物になってしまう。あなたが巡り合わせてくれたんです。ご貴人なんて名付けて。かけがえのない親友になるかもしれない。自分を踏みにじって殺してしまうんだ。変わらない。